皆さん普段どれくらい歩いていますかあまり意識したことがないかもしれませんが女性で約6000歩、男性で約7000歩毎日歩いていると言われています今日はそんな毎日の歩く動作を整えてくれる新しい生態をご紹介しますやってきたのは宮崎市天満にあるサルク日常の歩く動作を整えることで 体の歪みや痛みの改善を目指すという新しい整体を行っています早速ですが歩きを整えるというのはどういうことなんでしょうかはい、えー、一言で言えば、はいえー、効率よく歩けるように、えー、整えるということです、えー、歩くときていうのは、えー、かかとからついていってその衝撃をうまく吸収していきながらつま、えー、先の方に向けて回転していくように 歩いて行ったりとかしますその時に足の方がぶれたりとかこのかかとの位置自体がちょっとずれたりしたりとか足の方が急激に内に入ったり外に倒れたりとかすることによって関節とかに負担がかかっています。あととスポーツとか されたりとかあの、ランニングをされる方ってなるとその約ランニングの時になってくるとかかとからつく時の衝撃は体重の約3倍近くってわれてますのでそれほど強いストレスがかかってしまいますのであの健康のために行っているスポーツとかランニングとかがかえって関節の負担を強めてしまっていることもあります。 ちょっと自分がうまく歩けてるか不安になってきたんですけど、具体的にどういったことをされるんですか？あ具体的には、はいえー、筋肉とか関節の動きとかを確認していきながらどこにこう負担がかかってきているのかっていうのを確認しています。で実際にはその歩く場面っていうのを見てどういうふうなところでその動きが出ているのか歩くときにどこでどういう負担がかかっているのかっていうのを見てでそこから、えー、体の一般的にコンディショニングと。 いうふうに整えていったりします。まあ、今回はちょっと、あの、私がちょっと行っている。えー、インソールの方で、で、うんえー、体の方を整えていければと思っております。はい。実際に、では、お願いします。はい。よろしくお願いします。こちらでは、入谷式測定版という手法で、インソールを作成しています。足の裏にゴムパッドを貼り、歩く動作を確認しながら、細かく調整していき。 一一人一人に合った中敷を作りえす一般的な体を整えていく生体と違ってこのインソールでは足裏から日常的に生体していける履いて日常生活を歩いたりとかして過ごすことによって体が自然に整っていくというようなものになります。完成しましまた これが私のマイインソールです。早速履いてみます。あ、すごい。フィット感があります。安定感もすごいありますね。これは歩きやすそうです。おー。足が自然に前に進むというか、スムーズに歩けてるっていう感覚がすごくありますね。 一歩が大きくなったなっていうような気がします実際にインソールを作ってもらって歩き方の違いっていうのを実感できました歩く時にですねまあ痛みとか抱えている方は一度ぜひご相談くださいお待ちしております